はい、でドーナツシュガーとかそういうのもあるんですけど、これはただのグラニュー糖なんで、ほらこれもっちりしてる、ほらおいしい。あとは個人的に好きなのはナッツですね。僕はくるみとかをもうほんと砕いて、例えばアーモンドプードルとかあるじゃないですか、あれをオーブンでロース、アンドーナツっていうのもやっぱ日本生まれの、パンではありますけども、そんな中で今回ご紹介するのは結構歯切りのあるタイプのあんドーナツをちょっとやってみようと思います。普通のあんドーナツよりかはやっぱり一番の売りはこうもっちりした感じとか、その肉厚な感じっていうんですかね。あんドーナツに肉厚って言い方おかしいんですけど、でもちょっとそういうイメージで作りたいと思います。はい、こんな状態で、これが今こういう状態になってるっていうのも何が違うかっていうと、薄力が入ってるっていう部分ですね。薄力とあとは砂糖がこっちの方が多いので、係数が同じように見えてもやっぱりそこで硬さが変わります。歯切りがこうあるようで、こうさっくりこう噛み切れるような感じをイメージしてこう薄力を入れてます。まあ上がりですね。でやっぱりこれもちょっと固めですね。はい、これも工夫です。軽くこうガスを抜いて30、あんまりねこっちはダメなんだよ本当は。法案ってのはこっちだから、これでやると重さで生地がどんどん薄くなります。こっちの手がね高い、もうちょっと下にした方がいい。こっち回しでしたっけ？いやそうじゃなくて、もうちょっとこれにして手首をこうするだけで違う。そう。こう固め入れました。でそしたらここで返してあげます。こうやって。今こうやってほらコローンっていっちゃうでしょ。こうやってコローンって。この大きさのお鍋で4つしか入れないんですね。いやっていうのも入るからいっぱい入れればいいっていうわけじゃないんですよ。入るからいっぱい入れてしまうとボリューム出ません。いや大丈夫ですね。でアーモンドプードルを砂糖と合わせてこううまいです、ナッティーな感じで。あんドーナツに関しましては、こちらはちょっと生地は従来のあんドーナツとちょっと違いますけども。もっちりした感じのあんドーナツを作ったんですけど、やはり法案のところですね。法案のところがやっぱりこう慣れてない分、皆さん結構それで難しさとで、やっぱ揚げてる時なんかもやっぱ一人一人みんな違う感じの発酵だったり、バランスだったり、個性豊かなあんドーナツが結構たくさんできたんじゃないかなというふうにはい思います。